釧路湿原を旅するには日本一ゆっくり走る列車ノロッコ号が最適。車窓を流れ過ぎる湿原の雄大な景色が大自然の歩みを感じさせてくれます。東ロコからはカヌーに乗って湿原の中へ。生命の営みを直に感じることができるスローな川下りは安らぎの時間を作り出してくれます。釧路では食にもこだわりを。まずは炉端で釧路の味覚を五感で体験。仕上げのおすすめは釧路ラーメンです。あっさり味のスープに縮れ麺がよく合います。この町のグルメは全てに採れたての海の幸が生かされ、港町ならではの食を満喫することができます。新鮮なお刺身を好きなだけ乗せていただく勝手丼は漁師町の豪快さを演出。厚岸まで足を運べば牡蠣料理に舌鼓。根室では夏から秋が旬の花咲ガニを堪能。お台島の北海島エビ漁は幻想的な情景を描き出します。そうは言っても海鮮ばかりではありません。鹿肉などのジビエにこだわるオーベルジュでワイングラスを傾けながらロマンを語るもよし、レンタカーでスローなカフェを訪ねるもよし。ここでならあなたらしい旅がきっと見つかるはずです。